さあ時刻は6時12分を回っています。ここからはなんとかしなきゃプロジェクトのコーナーです。さあということで、ゲストが来てくださっているんですけれども、まあいっそのこともね自分で自己紹介していただいて、はい、はい、お願いします。はい、静岡文化芸術大学の文化政策学部国際文化学科2年の小田亮太です。はい、はい、なんか結構肩書き長かったから難しいなとか思ったんですけど、はい、文化芸術大学の文化政策学部国際文化学科2年生、はい、なるほど。もう小田くんって言うとなんかあっちの小田家のなんかあるのかなみたいに思っちゃうんですけど、それはそうでもなくて、そうでもなく、うん、はい、おばあちゃん曰く、うん、なんか参勤交代で流れ着いたその小田っていう名前の武将が子孫、うん、聞いたことあります。信長ではない武将。信長ではないとは思います。お信成さんがいるんで、うん、僕は違いますね。あ、信ちゃんいるからね。信ちゃんがいるんで、うん、なるほどなるほど。そうです。はい、このね静岡文化芸術大学というのは場所はどちらの方に。浜松にある、はい、県立大学です。うん、4年か5年前くらいに県立大学になりました、ね、はい、はい、あれもう何、小田くんはじゃあ地元はどちらの方なんですか。地元は島田市です。もうじゃあ通えるぐらいの勢い。1年生の時は通ってたんですけど、うん、2年生から親にお願いして、うん、一人暮らしをしてます。お、何やっぱり一人暮らしはしたかったんですか。そうですね、人生で1回くらいはしたいなと思って、うんうん、親にお願いしたら、うん、やっていいって言われたんで。お、実際どうですか一人暮らし。エンジョイしてます。エンジョイしてますか、うん、はい、はい、ということでね、まだまだ本当に大学生ということでね、若いね、ピチピチした感じの、はい、小田くん来てくれているんですけれども、まあ、こちら、なんとかしなきゃプロジェクトということで、まあ、いろいろなね、活動をしている、まあ、本当に国際関係のね、方に来ていただいて話を伺うんですけれども、ちなみに、小田くんはどんなことをされているんですか。僕は、ハビタット・フォー・ヒューマニティっていう、NGO 団体に、はい、属してまして、うん、はい、はい、それは、まあ、ハビタット・フォー・ヒューマニティっていうのはアメリカが発祥の NGO 団体なんですけど、うん、まあ、とある夫妻が作った NGO 団体で、はい、今世界100カ国以上で活動している NGO で、うん、住宅を建てるのを支援している団体でございます、はい、うん、ほう、はい、なんか全然見えてこないんですけど、はい、うん、まあ、要はなんか例えば僕は3月にインドネシアに行ってきたんですけど、はい、そのインドネシアの家を持つことのできない、はい、まあ、貧困と言われている人たちに家を一緒に建てようっていう、うん、はい、実際に僕たちが現地に行ってその家族と一緒に、うん、スタッフと一緒に家を建てるっていう活動をしています。あ、何、小田くんも例えば一緒に行って家を、はい、でもそういう例えば知識的なものとか。そうですね、僕らはやっぱり技術知識持たない学生なんで、うん、そこはそのハビタットのスタッフの方と、はい、そのハビタ現地のハビタットが雇っている大工さんに指導をいただきながら、うん、まあ、簡単な作業なんですけど、例えばレンガの家だったらレンガを運んだりだとか、はい、モルタル作ったりだとか、うん、はい、コンクリートの壁に、うん、なんかコンクリートをペシペシってペシペシってやってみて、はい、おー、なんかそのこの活動っていうのを始めるきっかけみたいになったものって何だったんですか。そのハビタット自体ですか、うん、小田くんが。僕がですか、はい、僕はきっかけはすごい単純で、僕高校生の時は登山部だったんで、はい、登山続けたいと思ってたんですけど文芸大にはなくて、うん、なんでなんか新しいことやりたいなっていう感じで探してたら、うん、まあ、国際文化学科に入ってますし、はい、なんか海外行ってみたいなってことでハビタットに入りました。それがきっかけですね。なんでそのなんかボランティアやりたいからとか、うん、国際協力したいからってわけで入ったわけじゃないです、うん、あれ学校にそういう募集みたいなものがあったんですか。なんか部活動とかサークルの掲示板みたいなのがあって、うん、そこにハビタットのチラシが置いてあったんで、はい、それを目にしてあ、じゃあやってみようかな。おー、実際まあ入ってみて活動してみて、まあ、自分が入る前に思った部分と入ってから感じた部分との違いってあります。そうですね、なんか国際協力ってなんか一言で表せないなっていうのがすごい感じて、うん、なんか自分たちの自己満にもなっちゃうかもしれないし、うん、
なんか自分のやってる活動が本当に相手のためになってるのかなっていうのはすごい考えるんですけど、うん、またあと活動に参加することによって他の団体さんもいっぱいいるんで、はい、まあ、その人たちの活動を見てなんか国際協力って別にハビタットだけじゃないなっていうのは思いましたし、うん、まあでもすごい楽しいです。おじゃあいろんな人との、まあ、交流も最近は、はい、うん、ちなみにまあこの日本のねそのハビタットってそんなにたくさんの方が属されているんですか。はい、日本の大学でサークルとして活動しているこのハビタットが、うん、大体国内の大学に20くらいあって、はい、まあ、文芸大の僕のハビタットと一緒のようにサークルとして活動してるんですけど、うん、はい、そうですね、国内に20くらいあります。あ、じゃあ、例えば、まあ、今ね、海外の方にも行って家を建てて、その、まあ、協力もしてたっていう話をされましたけど、日本国内でもなんかそういう活動もあるんですか？日本国内では、その、3年前にあった東日本大震災の復興支援のボランティアっていうのが主で、うん、その、僕はまだ行ったことないんですけど、はい、実際にハビタットってその家を重きに置いているんで、うん、住宅の修繕活動だとか、何ですか、物置を作ったりだとか、はい、そういう活動をしています。東北の方は、まあ、僕たちもだいぶ復興が進んでいるっていうイメージはあるんですけれども、そのあたりとかは実際まあ話を、まあ、もちろんね聞いた部分でどうなんですか。そのなんかもう瓦礫の撤去とかは、はい、終わっているみたいなんですけど、うん、そのよくニュースとかでも聞くようになんかボランティアの数が減ってるっていう、はい、でハビタットはそれを避けるじゃないけど、うん、長期的な支援を目的としてて、うん、その現地のニーズに合わせるって形で、その例えばさっきの物置も仮設住宅ってすごい狭いじゃないですか、うん、なんでその仮設住宅は狭いから物を置くスペースが欲しいからその物置を作ってくれっていう現地のニーズに合わせて活動してますね、うん、で、うん、まあ、現状って言われるとここまでなんか、うん、東北にあんま関わる活動はできてなくて、はい、うん、わかんないんですけど、ちょっと近いうちに行ってみたいなというところは、はい、そうですね、8月の後半に行く予定です、はい、うん、あ、東北でもどのあたりに。僕は石巻市に、はいはい、ハビタットじゃないんですけど、うん、行く予定ではいいです。もう本当に子供の頃からそういう例えば国際協力っていう部分っていうのは興味があったわけではなかったですもんね。そうですね、うん、はい、たまたまなんか自分の興味のあることに進んでったら、うん、たまたまこの大学を見つけて、はい、で県内だってことで僕県内に残りたかったん で、うん、で国際に入って、まあ、昔から国際協力に興味はあったわけじゃなくて、はい、ただ本当に楽しそうだなっていう、うん、その楽しそうだな海外行きたいなっていうのがきっかけで始めたんで、うん、昔からそんな国際協力したいっていうわけではなかったです、うん、まあ、でも確かにきっかけはいろいろあると思うんだけど、その中で自分がどういう貢献ができるかっていうことが後々こうね、まあ、あ、こういうことが貢献になっているんだとか協力になったんだなっていうのが分かればいいと思うんですよ。なんかもう結構今ねこういう言い方をしてしまうとあれなのかもしれないけど、なんかやってやってる感が強い人もいるわけなんですよね、うん、うん、だからボランティアっていう部分をどうなんだろう、本当にこう履き違えてっていうところ、それはもう日本の中においての例えばボランティアっていう部分の理解っていうのがあまりこうちゃんと教えていないのかなっていうのは僕なんか感じたりとかするんですよね。だけどやっぱりもう本当にね、昔から僕たちなんかもよく言われたのが、困っていたらお互い様っていうことで、それが別に助けないといけないとか助けるんだっていうような意気じゃなくて当然することじゃねみたいな、その中からボランティアって生まれてきてもいいのかなと思うんですけど、やっぱりもうなんかちょっと深く強くこう考えすぎてる部分もあるのかなと。もうシンプルになんかさっきも言ったけど、ちょっとこう楽しみながらって思っていた中での国際協力っていう部分に最終的にこうなればっていうところの方が僕は本当にとっつきやすいのかなって思いますけれどもね。うん、そっか、なんか若いのに結構いろいろね考えてるなっていうのはすごいこう感じたんですけれども、まあ、この国際協力にね携わりたいけど、例えばね何していいか分かんないっていう方もたくさんいると思うんですよ。今みたいにね、小田くんがこう言ったようにね、いつの間にかそういう協力に参加していたよっていう人もいれば、なんかそれが
きっかけタイミングとか全然わかんないという方もいると思うんですけど、うん、そういう方にはなんかどういうアドバイスができます？まあ、本当にきっかけっていうのは僕言うようにその、うん、何でもいいと思うんですよ。海外に行きたいだとか、はい、例えばなんか面白そうだとか、うん、出会いが欲しいとか、うん、そういうきっかけは別に問題じゃなくて、なんか自分がその例えばイベントとか文化祭に参加してこれが面白いなって思えて、うん、で面白いなって思えた時点でじゃあとりあえず参加してみようっていうことで、うん、なんか本当になんかとりあえず自分からアクションを起こしてみるっていうのがすごい大切だなと思います、うん、その、うん、なんかあんま考えずになんかその船に飛び込んじゃうのも、うん、手じゃないかなとは僕はすごい思ってます。なんで、うん、とりあえず行動するっていうのを僕はすごい心に置いてやってます、うん、なんで、うん、あんま考えずにでもそんな理由とかなくても、うん、まあ、後から出てくるものだと思うんで、うん、まあ、今2年生じゃないですか、はい、この、まあ、大学4年間でもちろんいろいろこう経験をされていくとは思うんですけれども、例えば大学卒業して以降もいろいろこうやっていきたいなみたいな目標みたいなものとかもあるんですか？目標、そうですね、なんか僕昔からその将来何になりたい、この職業に就きたいっていうのはないんですけど、はい、まあ、本当に自分が楽しいと思えることを続けていったらここにいるんで、うん、なんで、まあ、自分の感性を信じてるじゃないですけど、うん、まあ、それとあと僕人と関わるのが好きなんで、うん、人と関わってなんか他の人の役に立てるような職業かどうかも分かんないですけど、うん、ことをやっていけたらいいなと思います。それがボランティアに関わらずなんか別の面でも、うん、しっかりしてるよね。うん、なんかあのこのナンプロもね30回超えていろんな方来てもらったんですけど、若いのにすごいしっかりしてるからびっくりしちゃいますよね。うん、なんかもっともっといろんな活動を通してなんだろう、あのいろんなところにこう出ていってもらいたいなっていうのは、こう日本人って結構ほらなんだろう、おとなしくってあの自分が例えば心の中で思っていてもそれを実行に移すっていうことが難しいっていう人が多いと思うんですよね。特に海外の人たちと比べたりとかするとすごいね。いや、うん、なんかいろいろ活動を通してね、なんかもっともっとこう経験してなんか日本人とはこういうもんだよみたいなところもなんかしっかりとこうね、うん、見せてもらえたら嬉しいなと思うんですけどね。うん、もうおじさんたちはもうね若い子たちをこう見て頑張れと応援しますからはい、まあその中でちょっと今日竹間さんも来ていただいてるんですけれども、はい、竹間さん、ジャイカからもいろいろお知らせがあるということですね。はい、今月もお知らせですが、6月の30日ですね、10時から常葉学園大学のサテライトキャンパスにてつながる食卓という講座を開催します、はい、これはあの食についてあと日本のこと世界のことなどを学ぶことのできる面白くてためになるそして美味しい講座になっています、はい、でこちらは6月の16日からですねサールのアートホールで上映開始のドキュメンタリー映画よみがえりのレシピという映画があるんですけども、はい、そちらのイベントと一環として行います、うん、はい、であの静岡県実はの在来種と呼ばれる、はい、あの野菜ですねたくさんありまして、そういったこともいろいろ学べる講座が30日以外でもねあのいろいろありますので、うん、またぜひ興味のある方は JICA 静岡県デスク 054-202-0931 までご連絡をお待ちしてます。はい、はい、いやこれもすごい興味深いですよね。そうですね、なんか何あの静岡ってそんなに在来種っていうの多いの？多いみたいです。もともと山形のお話らしいんですけども、うん、はい、その映画をやるにあたってこういろんな方に声をかけてきたところ、いろんなところからこう参加したいということで、はい、あのお蕎麦屋さんで、うん、あの在来種のお蕎麦を食べてみようですとか、はい、まあ、いろんなイベントが今回あのこの映画に一環でガーッとやっていくんですけども、うん、あと野草を摘みに行ってとかいろんなものがあります。へー、うん、あ結構面白い企画ですよね。そうですね、こう、うん、ただあの地域のこととそしてあの30日世界の食事のこともちょっと学んでこう比べていくのも面白いかなと思うので、はい、うん、広い視野でこう見ていただけるといいかなと思うんですけど、うん、はい、まあ、あの今日は非常に、ね、あの盛りだくさんの内容も含めていろいろ楽しく話を、ね、聞けて、はい、まあ、JICA の、ね、イベントなんかもこれからまあ夏とか、ね、あの今年まだまだいろんなイベントとか開催しようという企画とかあるんでしょ？そうですね、9月の7日にあの JICA ボランティアのまた帰国報告会を静岡県さんと共催で行う予定で、はい、今その準備に明け暮れてますね、うん、やっぱりボランティアに参加したらもうみんなその帰ってきたら行く前とだいぶ変わってるんですかね？やっぱりこう価値観が結構変わるっていう方が多くて、うん、いろんなことがこう簡単に受け入れやすくなるっていうのは皆さんおっしゃりますね、うんうん、
まあ、ちなみに小田くんもね、海外の方で、いろいろ経験してきた部分ってあるわけじゃないですか、はい。そんな長くはないのかもしれないけど、行って何か変わったなって思うところあります？あ、本当に、さっき竹間さんもおっしゃったんですけど、うん、なんか、大抵のことじゃ動じなくなったっていうか。あそうですね、竹間さんなんか見ててもね、動じてるとこ見たことないですからね。いつも慌ててますけど、あのスーパーとかでね、よくあの昔向こうでやってたのが、うん、買い物お金を買う、なんか全て買う前に食べちゃうんですよ、はい、それを日本に帰ってやりそうになって、うん、あっと思って、お金ちょっとまずいなと思って。アメリカも普通にそれありますよね。やりますよね。ある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 、空のジュースだけをレジのところに持っていてお金払うみたいな。うん、そういうのあるのでね、よくやっちゃいそうに、うん、よくありますよ。僕フルーツ買おうと思ってブドウとかみんな味見をするんですよね。しますね。ね、その味見用でもないんですよ、普通に売ってるブドウがどん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 と食べられてなんか半分なくなってるみたいなね。それ買いたくないからやっぱ下から選ぶじゃないですか、うん、で下から選んで帰って帰ったらもう半分すでに食べられてたみたいなね。あるのでよく見ましょうみたいなところありましたけどね、うん。まあ、あの今後じゃあちょっとこのハビタットフォーヒューマニティに興味があるよという方なんかはどうしたらいい？そうですね、うん、静岡文化芸術大学の、うん、まあ、ホームページとかにも載ってますし、はい、あとハビタットって調べていただければ、うん、ホームページもあるので、はい、そちらからアクセスしていただければ、あのボランティアの募集とかも載ってるんで、はい、うん、はい、そっちでお願いします。はい、ということでまたね、身近にできる国際協力の情報もたくさん載っているのが、なんとかしなきゃプロジェクトのウェブサイト、こちらでいろいろチェックしていただいたら、皆さんね、自分の何か興味があるものが見つかるんじゃないかなと思います。検索はなんとかしなきゃ .jp となっています。さあ、ということで、今日はですね、静岡文化芸術大学のハビタットフォーヒューマニティ、こちらの方をね、話していただきました。小田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。そして竹間さんもありがとうございました。ありがとうございます。ゆうらじ、また来週お会いしましょう。バイバイ。